アメリカ議会上院は17日、トランプ大統領が掲げる宇宙軍の創設が盛り込まれた2020会計年度の国防権限法案を可決しました。国防権限法案は国防予算の大枠を決める法案で、総額は7380億ドル、およそ80兆円に上ります。また法案には北朝鮮への対応を念頭に日韓のGSOMIA軍事情報包括保護協定の維持の必要性も明記されています。トランプ氏はすでに署名することを表明していて、法案は近く成立する見通しです。